はい、皆様おはようございます。FX システムトレーダーのアイテイです。現在時刻はですね、東京時間2021年、1月10日の、朝9時27分です。今回はですね、持ち株のですね、所有銘柄を変更したので、その報告をね、させていただきます。では、最初なんですけど、免責事項です。本動画は動画作成者の未暴録と情報の共有が目的であり、何らかの投資を推奨するものではありません。本動画を参考にして得られたあらゆる利益と損失について一切責任を負いかねます。投資を行う際は自己の判断と責任のもとで行ってください。はい。免責事項をお話しいたしました。ということで、まずはね、結論として現在の状況です。まあ、これ編集し、ですね、このパワーポイントを作ったのはちょっと昨日、土曜日の状況になります。昨日の時点ではですね、資産増額は182万8955円という状況です。まあ、初回の動画で確かお見せしてなかったとか、この画面が松井証券どのページで見れるのかがわからなかったので、ちょっとこれは見せていませんでした。まあ、次からはね、入金しました、なんだかんだってタイミングとかでお見せできるんじゃないかなという気がしています。はい。で、今月の収益です。切り替えの際に、トータルではプラスになっていました。8147円のプラスですね。はい。で、所有銘柄の切り替えですね。東洋青函ホールディングスとキャノンだけに、それぞれ一単元ずつ積み増しました。キャノンは相変わらずマイナスです。東洋青函ホールディングスは少しプラスになっていますね。株価が100円上がって2単元、まあ、200株買っているので、まあ、約2万円プラスになっているって感じです。では、それぞれどんなか、で、あとは、信用取引はまだ行っていません。これもしばらく、行う予定はありません。はい。で、前回との株価のね、それぞれの、変化ですね。どんな感じで変わりましたかって感じで。まず、住友化学の方は、2つとも売却して、まあ、これはマイナス4800円での売却です。トータル4800円。で、コニカミノルタはプラス12400円でプラス。東洋青函ホールディングスは積み増しました。このチャートを見てると、今のところ1000円ぐらいっていうのは、かなりの底値になっているというのがわかります。まあ、ぼちぼち抱えていて、まあ2000円を超えたってタイミング。2000円を差し値にして、まあ今2株なので20万ってとこですかね。まあ1年間でプラス20万、元の資産が180万今あるので 20% は36万。まあ、約40万プラスに年間でプラスになればいいんですけど、ちょっとそこの半分ってとこですかね。少し届かない感じですけど。まあ、キャノンとかと組み合わせていけばいけるかなという感じはしています。はい。まあ、これはもうちょっとしたら、来月の給料とかが入ったら積み増してもいいかなっていう感じがしています。エプソンですね。これはプラス、プラス収益かかなかった。いや、プラス1万4000円で、売却できました。これはまあ、キャノンは、エプソンは、まあ、もういいかなという感じです。ですね。今、いいかなって言いましたけど、誤解のないように、言っておきたいのですが、株価の、上昇、下落っていうのと、その会社の良し悪しっていうのは、少し関連はあるけれども、完全に因果関係があるわけじゃないっていうところだけは、ご注意ください。会社がとてもいい会社だよ、でも株価はあんま良くないよね、とかってことは普通に起こり得ますので、いい会社だと株価も上がるよっていうようなことはありますが、完璧にそこのね、流れに乗っているわけではない。ので、そこはご注意ください。あくまで株価というね、値動きだけを確認するとそんな感じですという話です。はい、で、次 GMB ですね。これは単純に私が抱えていた時期が良くなかった。まあ、下降の曲線にあるとこだったので、817円というのは。まあ、ちょっと良くなかった。今も回復なのかもしれないけど、2年間もね、抱えて、しかも200円ぐらいしか、動かないんで、ちょっとこれは持っといて微妙だなという感じですね。売却しました。はい、で、次、キャノンになりますね。キャノンの方は、まあ、これが3000円ぐらいに、なるのか、3000円か4000円ぐらいになるのかなと、ここら辺。
こう見てると3000円から4000円ぐらいっていうのが割と好調な時期って感じですね。で、良くない時期とか不調な時期は2000円ぐらいになる。今はちょうど絶不調を少し脱したぐらいの時期になりますね。で、絶不調のところとかで1732円とか私は買えてたりするので、割とここら辺は、最初の3000円さえなければ非常に良い買い物だったんですけどね。まあ、そういうこともありますよねと。好調な時期の3000円から4000円っていうのの時に買ってしまったので、今割と含み損がすることになっているって感じですね。今、ネットを少し戻りましょう、画面を。こうですね。14万4200円という、損が出ているんですが、この14万っていうのがどこから来ているかっていうと、一番はここなんですよね。まずは、この3000円の時に買った、キャノンの株価だけで見た時に、好調な時期の、3000円がマイナス10万円ぐらいですね、今だいたい。で、今とここのとこ2337ってのが、マイナス4万円って感じです。で、ここら辺でマイナス3万、マイナス2万なんですけど、ここら辺が、プラス2万かな？プラス2万、まあ、ここら辺はゼロでしょ。まあ、そんな感じなので、プラマイで、相殺できてないですね。それでマイナス14万っていう数字になってるのかなという感じです。はい。まあ、平均取得単価書き忘れましたね。まあ、いいや。まあ、とりあえずそんな感じで、7単元を今、持っています。ここら辺は、どうでしょうね。来月ぐらいとかに、まあ、今月のお給料が入った時に2000円ぐらいだったらまた買ってもいいかなっていう感じはしていますね。まあ、あるいはちょっと他の株価とか、ちょっと気になるものもいくつかあるので、まあ、ちょっとそこは考え中ですね。キヤノンは今、底値の2732を基本としたものがあるので、ここら辺のこの3つですね、下3つの方が十分に収益を育ってくれて3000円いけば、この3071円が、プラマイゼロになるぐらいで、売ることができれば、まあ、それなりにそこだけで利益になるかなという感じがしています。はい。というようなことで、まあ、ここは積み増しですね。ちょっとここからさらに積みますか、少し考え中ってとこです。はい。ということでね、今回は、動画、ですね、もう所有株をこう切り替えましたよっていうような、紹介でした。最後までね、動画をご覧いただきましてありがとうございました。今後ともね、よろしくお願いいたします。はい。それでは動画を終わらせていただきます。ありがとうございました。